南山の戦い。一死における陸平上陸の図。海軍軍令部南山の戦いは、両島半島、金州城の南近郊の南山と呼ばれるところで1904年に行われたロシア陸軍と日本陸海軍の戦い。ロシア軍は機関銃などを装備し、南山はある程度要塞化されていたため、半ば残豪戦、工場戦となった。日本陸軍、 第二軍は敵に倍する兵士を要していたにもかかわらず、総兵力の10%を超える兵員を失ってしまった。王力航海戦の後、第二軍は両党半島に兵を進めた。ロシア陸軍は両党半島の愛路となっている南山に野戦砲114門と機関銃を据え付け、残豪と鉄条網、地雷を備えた近代的陣地を構築した。日本陸軍が このような近代的な陣地に攻撃を仕掛けるのは、これが初めてであったが、中国人から得た情報により、要塞の構造は把握していた。第四師団による攻撃が、金州城に対して開始されたが、失敗に終わる。第一師団からの増援に古大隊を加えた3回目の攻撃によって、金州の攻略が完了した。その後南山に対して攻撃が加えられた。 金州湾からの海軍の艦砲射撃が攻撃を援護したものの、凄まじい損害を受けた。しかしながら粘り強い日本の攻撃により、砲弾の尽きたロシア軍は撤退を開始。第2軍は南山を占領して一応の勝利を収めた。第2軍はその後弾薬の補給を受けて満州へ向かった。撤退したロシア軍は若干の抵抗をしながらも、旅順へ撤退し、 排水の陣で、第三軍と対峙することとなった。第三軍の司令官、野木マレスケも、第二軍に所属していた、長男、勝則をこの戦いで失っている。南山の戦いの絵はがき、南山の役はが軍上人来風雨と新敵類、小林清鹿が南山の山頂部は1993年、南山美に若、戦争医師として、大連死級文物保護単位に指定され、 南山戦赤筆や、金州場外車用に立つ筆筆が残っている。ありがとうございます。